森田慶和は日本の実業家、血液型 B 型、当9つのクイズ番組を制した、岐阜県岐阜市出身、岐阜県立科の高等学校を経て、拓殖大学を卒業後、企画会社社長となる。幼少時に祖父と共にテレビでクイズタイムショックを見たことで、クイズにのめり込み始める。当時はクイズ好きというわけではなかったが、 問題に答えている様子を見た祖父から出場を勧められ、軽い気持ちで応募したという。以後クイズ番組出場が病みつきとなり、数年にわたり出場しては優勝を果たすこととなる。1986年に出場したクイズ番組、第10回アメリカオーダンウルトラクイズでは、南米で高熱に浮かされながらも乗り越え、優勝を果たす。優勝時には、 クイズ番組からの引退を宣言したものの、ファンからの声援が多く寄せられたため撤回するに至る。成田国際空港グアム第13回、アメリカオーダーウルトラクイズのチャンピオンである、長戸隼人は、辞書、クイズは想像力、理論編の中で、森田の独特な早押しボタンの押し方を、森田押しと呼称長戸によると、普通早押しボタンは、人差し指や中指で押すものとしているが、 森田推しは親指で押し、なおかつ、押し込みを活用しているため、素早い押し方を実現しているという。派手な動きがしづらく、一般的に鈍いと言われる親指で、押し込みをやるのは、至難の技として、一般人には、不可能な芸当と述べている。優勝経験がある番組には、に末尾に丸印を付す。ABCDEFGHI クイズ王の プロフィールアメリカオーダンウルトラクイズクイズ王の本。ABCDEFGHIJKLMN オーケットリバティ島第10回モーリータケイはアメリカオーダンウルトラクイズクイズ王の本。ABCD アメリカオーダンウルトラクイズ1 0 9 8 6年12月日本テレビ放送網株式会社 P2241986 年11月20日 朝、新聞中4面。アメリカオーダンウルトラクイズ101986年。P8AB。アメリカオーダンウルトラクイズ101986年。P19 から2中、アメリカオーダンウルトラクイズ101986年。P901986 年11月13日放映。第10回アメリカオーダンウルトラクイズ 8AB。アメリカオーダンウルトラクイズ101986年。 P233ABC 長戸隼人、クイズは創造力、理論編ウルトラクイズの傾向と対策を学問する1990年9月、情報センター出版局 P、P111、長戸隼人1990年、P114、クイズデリバリー目玉企画、23区、横断ウルトラクイズクイズデリバリー、史上最強のクイズ王決定戦豆データ鈴木、 国太市のクイズ HP、ありがとうございます。